Good morning, everyone. How you doing? I'm Crystal from Honolulu. 皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？今日もね、星の動きとみんなでシンクロするメッセージカードの一枚引きをスタートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、今年初の、新月を迎えます。ヤギ座で。夜のね、8時58分に、太陽と月が重なります。同時にですね、お伝えしておきたいことが、この先になるんですけど、この2024年の年末の、ある新月もヤギ座さんで起こります。ということは、今ね、今日ね、立てた、目標なんかがあるとしますよね。そうすると、今年の年末にまた立てる、目標はかなりレベルアップしている、バージョンアップしている、今自分では想像つかないぐらいの、新しいね、生まれ変わった自分で、また新しい新月のね、願い事を、目標を立てたり願い事を書いている自分がいるかもしれないと思ってね、この今日のね、今夜の新月もワクワクしながら、いろんなねセッティング願い事を書いてくださいね。はい、そしたらね、8時58分に重なるじゃないですか。それとね、同時にね、軽くなんですけど、この風の時代に、本当に王様のようにね動いてくれている、力のある、冥王星、これも重なります。軽く、はい、じゃということは、新月と太陽と冥王星、これで、本当にね、生まれ変わりを促進してくれます。うん、そして、同時にね、ヤギ座のお部屋には火星と、冥王星と太陽と月4天体いるということですよね。とても現実的でパワフルな新月になります。はい、仕事など自分の立場や役割をしっかりと自覚して、そして地に足をつけて、いろいろね、目標に向かって地道に諦めずに進んでいくっていうね、強いエネルギーのサポートが降り注いでいます。ただね、その冥王星が伝えてくれているように、促進してくれているように、この土の時代のね、ママの自分や社会じゃもちろん風の時代は生きていけないじゃないですか。なので、新しいバージョンに自分も変えて、そうすると、社会も変わる、日本も変わる。で、その変えていく一人なんだっていう、みんな個々にね、それも意識して、責任を持って、自分らしく生きていくっていうメッセージも込められていると思います。じゃあどうやって変わるの？だいぶね、変わってきている人もたくさんいると思いますけど、やっぱり変われないとか、そういうことに関してね、不安だったりすると思いますが、大丈夫です。いつもね、宇宙はね、星たちは私たちを変わるように、変革できるようにサポートしてくれています。うん、例えばね、さっき言ったように新月と冥王星、これ生まれ変わりの、エネルギーが流れてますよね。あとね、新月と海王星がセックスタイルっていう、60度のいい感じでエネルギーが流れてくれてます。この海王星っていうのは、あなたの夢、あなたの理想を下ろしてきて、それを、この地球にね、具現化するっていう、力をね、降り注いでくれてます。そして新月と、変革のね、星天王星がトラインです。トラインっていうのは、120度、これもいい感じのエネルギーが流れてくれてます。ということは、自ら持って自分を変えていこう、そして変えることが楽しいっていう風に、変えさせられるのではなく、自主性を持って変えていこうって思えるエネルギーが今日は流れてます。あとですね、最近いつもお伝えしている火星とターボエンジンのね、情熱の、そして、進化拡大の木星、そして知性、コミュニケーション、スムースさを表す水星、これがね、小三角形です。なので、今日立てた新月の願い事だったり、自分の目標設定、これをね、計画を確実に進めていくエネルギーが流れているということです。ぜひぜひね、絶対にね、目標を立ててくださいね。かなり今日立てたことって進めれるし、進んでいくので。はい、じゃあね、シンクロするメッセージカードの1枚引きをしていきたいと思います。
新月1月おおすっごい勢いで飛び出した。はい、おお目標を定めるです。まさにね、このヤギ座さんっていうのはすごく、社会で、貢献していく自分っていうのをね、こう社会でどうあるべきかっていうのをちゃんと目標を定めて確実に本当にね、ヤギ座だけにね、ヤギがね、皆さんもご存知のようにすごいあんなに細い足で崖の上に登り上げていってるじゃないですか。普通だったら怖いですよね。でもできちゃうんですよね。頂上を目指してちゃんと着地できるんです。なんでね、今までだったらできないなっていうね自分がいたとしたら、ヤギ座さんのねこのねエネルギーを使って、そして新しい風の時代のバージョンに、変容していきましょうね。参考になれば、クリスタルは、嬉しい限りです。 Thank you for listening. Everybody have a nice new moon day. ありがとうございました。いってらっしゃい。